和菓子がいいかなって思います。じゃがりこ、海外にあんま売ってない感じのお菓子なんで美味しくて好きです。東京バナナ、鳩サブレ有名だからです、うん、有名だから。東京バナナ、東京バナナっていうすごい美味しくて抹茶、包装が綺麗だからそれはいつも買ってるんだけど抹茶今世界中一般的なのでせんべいとかキットカット、なんか甘くていろんなディズニーとかの柄とかもあるのでおすすめです。キットカット日本の文化だから日常でも使えるみたいな。キットカット、黒卵、ハトサブレは鳥の形をしていて可愛いかな。ユタせんべいおすすめです。どこでも持ってこうできるのでセンスとかいいと思います。東京駅、空港とか駅とかに東京駅とかスカイツリーの下とか100円ショップ駅のなんかデパ地下で買ってます。あ、普通にこういう大きいデパートとかで駅とかコンビニとかにも。東京バナナの味がしていいと思います。東京バナナ私すごい好きなんで美味しいです。美味しい、美味しいです。ちゃんとバナナの味がしててでもキッカード大好きだからこれもすごいいいと思う。思ったよりバナナの味ちゃんとして美味しいです。外国の人にもこれ東京バナナもっと東京モチーフにしてるので買ってってもらいたいなと思います。結構甘いから甘いもの好きな人は美味しいと思います。甘さはすごい甘いです。バナナ、うん、バナナ普通のキットカットよりバナナの味がちゃんとする、うん、美味しいです。面白いと思います。東京バナナは日本でも有名だしキットカットも有名だから美味しいです。東京バナナ